もジグが初食え T字スロー出すか。昨日すごかったな、ちょっと土砂濁り、雨の濁りと風で始まったり、この場合は砂地が多いから、メインは65で、あれ、俺ここにつけたの、ほんとにね、全く忘れるから、限界なら、スーパーランチングということでやってきましたけども、どうもね、台風が、昨日台風の影響で出れなかったんですけどね、台風の影響でこういうすごいうねりがあって、あの底荒れっていうんですけども、あのそういう台風の後の底荒れたした後っていうのはどうしてもね、根魚系があの反応が悪くなるんですね。で、今息のもう風裏に来て、うねりの少ないところに来てあのやっています。まあ、できれば本当はね、沖の魚礁とかあのエボシとかあの辺でね、あのいろんな魚狙いたかったんですけども、やっぱりそこあれの影響が大きくて、今日は風裏の釣りになるんじゃないかなっていうような状況です。でちょいちょいね、なんかねベイトが湧いてるんで、あの周遭の魚も意識しながら、そこの魚も意識しながら、そこにいる、魚礁トワス釣っていきたいと思います。水中にスポッとつけてあげるとスッとあの帰ってきますから、ね、であのフィッシュグリップもね必ずいります。はい、さよなら。まあまあいい方じゃないですか。はい、赤旗ですね。唇お一枚危ない危ない。はい、オブリンのよう 30g ですね。これでほんまはあの投げてね、斜めにして、中層をねちょっと狙いたかったんですけども、そこについてポッと上げた途端に来ました。はい、赤旗です。ちゃんと小魚食ってるわ。あーほんまや、小魚ゲロがいっぱい入ってる。やっぱベイト意識してるよね。お腹がたっぷりなんで、多分いっぱい捕食してる。下にね多分あのコウナゴかなんかですこれね、いっぱいいてますね。うん、シューティーだ。ティースローの65でね、ちょっとこれでそこを重点的に、さっきまではオフリンで中層を意識し合ったけど、ロッドがですね、さっきまでは、L って一番硬いやつで、ウォブリンの
45g をつけて、それであのキャストしてなるべく斜めに投げて、それで割とこうちょっと中層ぐらいまで探っていくような感じの釣りをしてたんですけど、どうも反応がボトムに集中しているんで、竿を逆に柔らかくして 3L にして、でジグは逆に重たくして TG スローの 65g にして、今度そこからどうだろう、 3-4m ぐらいまでの、結構船が風で押されて流れてるんで、ね、それで、そこから 3-4m をしゃくり上げてきて繰り返し落とすと。でこの時にあんまり軽いジグ使ってると今度ドーッと流れていくんで、重たいジグでなるべく縦になるのをキープしながらしてると、ジグ自体は船についてくるんで、そういう釣りをしようと思ったらちょっと重たいジグをした方がいいですね。もし流していって、あのちょっと浮かせて釣るっていうんだったら軽いんでいいんですけど、割と船の流れ方とジグの重さのバランスをうまく考えてあげると、手返しと魚の、まあ、ターゲットに合わせたアプローチがいろんなバリエーションができるんだなと、そういう、こう考え方をしながらやってると頭の中が暇にならないですね。今使ってる竿は HSJSSL の64サンゲルです。でリールはライバさんのエメラルダスの、はい、ちょっと来たよ、あっち来た、ごめんなさい空気を読めない、止まったベラ、言えんちゃうやんか、ベラ邪魔させてくれ、ごめんなさいベラジャーク、ベラが釣れる時ってバライトいいですね。小魚的なものをこういろんな魚が狙ってるのは小っちゃいじゃないですか。はいはい。普段はね、やっぱあの下のエビカニとか、うん、あのそういうのつっついてるんですけど、反応する時って意外とベイト意識してるんで、小魚が入ってるっていう信号になりますよね。エソはね、あの歯のあるね、でかい口の魚はね、とりあえず来たものは何でも食うから釣れました。竿が 3L ですね。でジグがメタルフォーカスで釣れました。ボトムでピピピってきましたね。かわいい赤旗、やっぱ綺麗ですね。ゴブリンなんですけど、まあ、ここにキールがあるっていうのがセンターバランスでキールがあるのが特徴なんですけども、こいつがあることによってタタバキでですね、こうやって頭を振ってくれるんですね。ここがこう水に当たって横に動けなくなって頭を振るって、そういうコンセプトで作ったんですけど、ところがですね、これがあの、まあ、こうやって動いて止めるとですね、ローリングするんですよ。あの本当に止めてるだけで潮を受けてローリングするんですね。あと横向いてから振りホールさせると階段状に横に流れていきます。こうバックスライドって言うんですかね。でそういうあの他のジグにない特徴を持ってるので、めちゃくちゃ有利なシチュエーションがあります。で、まあ、フックはもう基本的に、前と後ろをつけますっていうのは、ウォーグリンの場合さっき言ったようにバックスライドのあたりとか、あとローリングしてる時にもう本当後ろから当たることが多くて、あのテールに、まあ、魚種にもよるんですけど、青物もね、でもね、テールの服によくかかってるんですよね。っていうのはやっぱりポールでよく当たってるですね。なので必ずあの2つ同じサイズの同じ長さのものをつけるようにします。そういうことによって横向きのステイが非常にキープしやすいバランスに持ってってるんですね。ちょっとこう穂先揺らすぐらいのあのただ巻きと、こういうフリーホールと、あと巻きの後止めとく、この3つが使えますね。まあ普通にこうワンピッチでしゃくってもいいんですけど、ね、4つかワンピッチのしゃくり、ただ巻き、それから、ロングホールジャーク、それからステイですね。この4つが使えるそうです。だからそのコンビネーションで、やっていくと、魚ってあの機械的にずっと同じアクションで動いてる時がいい時と、ちょっとした変化がある時が来る時があるんですよね。
まあ、おおむね変化がある時の方が、あの口は使いやすいと僕は思ってます。スイッチが入るんですね。なので、あのしゃくり方もずっと一番ピッチでやるんじゃなくて、ただ分け混ぜたり、ストック混ぜたり、フォール混ぜたりやってます。ジグが同じようなカラーして、そこからね、あのチョンと上げた瞬間にオーブリングして、オーブリングしてね、で止めるとフラフラと漂うんですね。それで思わず口を使ってしまうという。やりました、アコーですね。柄がキリンさんみたいで可愛いです。ボブリンの 45g で来ました。やった。サイズダウンじゃないですか。サイズダウンした。赤旗でした。ちっちゃい。可愛い。なんだろう。初めて見た。花だよ。慌てなくていいよ。もうゴリ巻き感じでもいいから。ね。見えた？なんだ？お、うん？いや回ってるな。何？まだだ。いやー。やったねー。しかもジグが。ヒットしたのはもう着点すぐ巻き上げですね。巻き上げでふわふわと上げてきたら持つと持ってくれましたね。 DG スローの 50g ですね。ボットが 2L になりますね。やりました。現在超浅瀬です。これ今危ない。これはですね、これはサレちゃん、はい、こちら側に投げないと思う。恐ろしいことになります。こっち、いやこれ相当ドーンと落ちてますよ。これすごい。魚ですね。ああ、これ引っかかるわ。っていうかかかったわ。なんかすごい北枕釣りました。TG スローの 65g ですね。ちょっとあの背がね結構荒いんで、底取りをしっかり取れるように、あの浅いんですけど重たいの使ってます。あ、いやいや
着点行ってやったのに今。この底取りの時にこういう起伏の激しいところで根掛かりを返しようと思ったら指の使い方ですね。こうですね。ベールを返すんじゃなくて指で押さえてあげる。おー、また上がった、上がった。イカ潜られた。一瞬で潜られたよ。あー、ずれた。あー、びっくりした、ね、あのダラダラした浅いとこだったら投げた方がいいし、あまりにもその水深に対して半分以上のデコボコがあるような背だったら投げるとまたいじゃうんで、そこら辺は計算しなきゃいけないですよね。あの浅いデコボコの多いところの、ベイトが多ければあえてそこを取らずに中層だけやるっていう、そういうこともよくやります。特にあのイサキが多いところはそういった釣りしますね。で今回ここはね、どうしてもそのちょっと中層に浮いてる魚が今多そうに見えないんで、やっぱりボトムを意識してやらなきゃいけないから、あんまり遠くまで投げないで、なる水深に対して、水深がこれ15-20しかないんですけど、 65g の TG スロー、シレットのちっちゃいタングステンで、そこをしっかり取りながらボトム近辺を丁寧に探ってるって感じですね。ほら、え、あ、すごいバッチリ。これあのイカナゴ、コウナゴ。美味しそう。食べる？もうマッチ食べてですね。ついてるかも。前あったよね、なんか。ね、ネギ潜られたってベラ。よっしゃ、おっしょ、よっしょ、よっしょ、よっしょ、そんな大きかないぞ。もうすぐに竿を立てて上向けないと。小さい魚でも潜られるからね。はい、はい、赤旗。やましいよ。それも小さいぞ。あらでした。かわいいね、こんなちっちゃいお口で。やったのに。はいはい、来ましたよ。おおお、中村さんもできた。そこ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 、ちょっと3人並べるんじゃん、これできるかな。待ってますよ。待って、今あのあなたたち2人の並んでる後ろで曲がってるんですか。お前や。あ、新魚種、新魚種、イラ、イラだ。イラ出た。イラ釣った。めっちゃ大きい。ちょっと待って。はい、よかったね、ラスト流して皆さんで。はい、おお、イラと横筋笛台とアコ、釣れました。いろいろ釣れます、九州。はい、TG スローですね。僕は TG スローの65。私も TG スローの65の、ミドキンですね。僕は TG スローの50。はいです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、今日は。もう午前中の釣りでしたけどね、リン君大活躍。ほんまですね。すごい。あらね、めっちゃいいサイズ。サイズやな。アコーのダブルもあったりね。あれのね、俺もうちょっと大きなタブかけてたいけどな。あれ何だったんでしょうね。いや、あれもまずアナでしょう。あら、ほぼほぼアナですね、あれは。おそらく気づいてバーって走っちゃいましたね。あ、そうですね。まあでもね、今日はほらあのうねりがあってそこ荒れしてて、どうしてもいいポイント行けなかったけどね、風裏のあの芝陰でもね、こんだけスーパーライト釣れるからね。そうですね、種類で言うとね、すごいいっぱい釣れましたよね。見たことないね、今日何回見たかな。なんかめっちゃ珍しいピンクの可愛いのとかね、面白かった。そう、だからもう本当にスーパーライトいろいろ釣れるから、うん、もういろんな楽しみができるからね。はい、はい、ぜひぜひスミスシャトルを持ってですね、はい、皆さんも来ていただければなと思います。はい、では続けて。お疲れ様でした。またね。またね。